こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。今回も大正天皇、大正元年の作ですけどもですね、そのですね、詩を紹介します。い、まあ、くす詩と読むのかな、いと読むのかな、お医者さん、の仕事ということですかね。ですね、大正天皇ですね。それ読みますね。鎮鳥す、以下の術、以下の術、仁に基づく、仁に基づく、で、をですね。あ、つまりは、ですね、人を愛するというですね、そういうことが基本なんだとですね、そういうところからですね、まあ、お医者さんの仕事は成り立っていると、そういうことをですね、珍重すると。重んじていると。ですね。で、言わんや、言わんや、薬物の、年を置いて、大手、新たなるを、言わんや、なる、おや、いうことですね。おや、なる、おや。なるにか。新たな、薬物の新たなるに、これ、合うやな。合う。これ、おや。ですね。まあ、薬が、ですね、年々、ですね、新しく変わってきていると。そういう、ことは、そういうですね、どん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 新しくなっていく。そういうことなんだから、なおさらなんだと。ましてなおさらなんだと。いうことですね。言わんや、何々おや、ですね。で、よし、天地の生成の、天地生成の理に参じと、ですね、まあ、自然界のですね、生まれ、生き生きなんですかね。した、そういう断りをですね、に預かって、ですね、お口調ことごとく、ですね、病なき人と、ならんと。ということで、ね。まあ、ね、病気を救うのがお医者さんだけど、病気が、なくなったお医者さん、仕事がなくなってしまいますけどね。まあ、ジレン、何言うんですか、逆説というか、ですね。まあ、ね、どんどん、病気の人が出てこないとお医者さんに仕事は成り立ちませんけども。まあ、ですね、そういう、まあ、天皇としての、ですね、みんなが、ですね、健康な社会を築いてほしいというですね、そういう気持ち、なんでしょうか。そういう思いが読まれているということでしょうね。い、大正天皇。鎮鳥す、以下の術、仁に基づくを、いわんや薬物の年を追うて新たなるに会う親。よし、天地生成の理に参じ、
お口調、ことごとく病なき人とならんと、というね、ということです。それで、ですね、多いんですけども、人ですね、心ですね、そして人と、ね、という、上表十一心の院に属する、ですね、院で、字です。それで、ですね、表則ですけども、チュン、即世ですね、ジア、一世やから、表世、ベン、即世、ファン、表ですね、ウー、即ですね、ニエン、表ですね、サン、表ですね、イ、即ですね、シャン、表ですね、ジャオ、即ですね、ウェイ、表ですね、ピン、即ですね。ね、というふうに、二四不動二六対になって、ここが入れ替わってますね。で、こことこことが一緒ということは、一句目と三句目が入れ替わっている。ということは、この二句とこの二句はきれいに入れ替わっているというね、二字目、四字目、六字目についてそうなっているということで、ですね、きれいな、ですね、ちゃんと、あった漢詩を作っておられます。それでは最後に北京語で、読みましょうか。一大正天皇真正一家庶本人狂逢药物逐年新好参天地生生理，一照仅为无病人。真正一家庶本人，狂逢药物逐年新。好参天地生生理，一照仅为无病人。というですね、まあですね、帝になった、ね、すぐにですね、こういう詩を読んで、ですね、万民が、ね、奥朝というのは万民のことですね、ね、万民、万人、万民、ですね、全ての人がです、ね、健康で、な状態になることを、ね、祈って、ですね、書いた読んだ詩ということです。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。